抜けるくらいわけないさ。人々を笑顔で救い出す平和の象徴は撃つがいい。だが撃てばその瞬間に俺はお前を敵とみなす。殺すか。それもいいだろう。ぷっぷー、青い亀が黒い亀を怒らせた。あの中から聞こえたよな。お前空を知らないのか。なかなかに興味深いです、この茶道というのは。ところでディオですが、我々が彼の存在に気づいた以上。見事だ小僧、俺の剣をここまで受けるとはな。ほう、この腕を再起不能にしてやるのも面白そうだ。恋人の名前の上に書き込んでやるぜ。クサビッチってな。今日からカラスマを補佐してここで働くことになった高岡明だ。よろしくな、E組のみんな。まあな、おかげさまでこの横幅で。ドトン結果。こいつらは俺がもらった。少しでも回復したいんでな。一緒に弁当食わんか。ああ、いつも妹の分も一緒に作ってるからな。お、そうか。お前さえよければこれからも。お前たちもレギオンを扱える。できることなら巻き込みたくはなかったが、そうも言ってられねえ。フーか、人間の血は何よりも大切な逃げだ。約束しただろう、次は二人だけで勝負をしようと。君が転化したんだ。